上階の奥様が衝撃。うちのマンションは最上階だけ広めの分譲で3世帯、それ以下の階は分譲の区画を各マップ2つに分けた感じで、ワンルーム賃貸が6世帯入ってる。長方形2つの上に正方形が乗ってるイメージね。俺は朝から深夜まで仕事で留守だから気づかなかったけど、隣家の住人が上階の騒音がひどいって言ってた。しかも平日昼間だけらしい。隣家の人、女性は夜勤のある仕事だから昼間は寝たいのに、上階の子供が暴れる音で寝れないから、ちょうど俺の部屋も上階部屋の真下なので一緒に注意しに来てって言われた。女一人だと怖いだろうと思って一緒に行った。で、日曜に抗議しに行ったら、普通の感じの奥様と旦那が出てきた。俺し下の階の住人ですが、お子さんの暴れる音がひどいです。公園とか行かれてはいかがですか。旦那はてな。凛か、天井の振動で電灯が揺れるレベルなんです。旦那、悪趣味ないたずらはやめてください。俺し、あんた何開き直ってんだよ。旦那、うちの娘は7年前に亡くなりました。ガチで小さい娘がいたけど事故で亡くなってたらしい。旦那と奥様涙目。俺と凛香もガチ幽霊、さすがに引くわと涙目。翌日からも騒音は止まなかったんだが、旦那が奥様を心配して早く帰るようになったらしい。で、結論だが、騒音の正体は奥様だった。奥様が娘の形見の髪留めとかリュックを身につけて部屋中走り回ったり、テーブルから飛び降りたりしてたって旦那が謝罪しに来た。俺らが抗議しに行った翌日、早上がりした旦那がドアの隙間から見ちゃったんだと、嫁がそんな風貌で暴れてる現場を、しかも終始真顔で無言だって。一旦帰宅しないで立ち去って、いつも通り夜に帰宅したら普通の奥様が晩飯作ってたって、今月中に病院連れてくらしい。凛香は昨日引っ越したけど、俺は貧乏だからどうにもならない。